石嶺和彦は、沖縄県那覇市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ、野球解説者。愛称は、サッサ。現役時代は、特に1986年から1993年にかけて、阪急ブレーブスの強打の指名打者として、ブーマーウェルズ、藤井康雄と共にブルーサンダー打線の中心選手として活躍した。沖縄県那覇市出身。小学校5年の時に、鎌原カープという少年野球チームで本格的に野球を始めた。投球動作がコンパクトだったため捕手として起用されたが、投手に憧れていたという。小学校6年の時に、チームは沖縄県大会で準優勝し、石嶺も捕手として注目されるようになった。豊見城高校では、桐松弘義監督の下で猛練習を積み、1977年には、下地克嗣をエースとして擁するチームで2年生ながら4番打者を務め、選抜大会に出場した。同大会では優勝した美濃島高校と2回戦で対戦し、0対10で敗れている。夏の選手権ではベスト8まで進んだものの、松本昌志や宮本賢二を擁する東洋大姫路に3対8で敗れた。3年になると、上里彰治とバッテリーを組む。春の選抜大会は1回戦で敗れたものの、夏の選手権では、和田豊を擁する我孫子高校を初戦で延長の末に敗ると、再びベスト8に進出。石嶺自身は、甲子園初の本塁打を放つも、岡山東湘に5対6で惜敗した。大会後はスカウトが自宅を訪れるようになり、最終的にはヤクルトを除く11球団のスカウトが来たという。一方で、試合中の死球が原因で、高校時代から左膝半月板がたまにずれるようになっていた。結局、1978年のドラフト会議では、阪急ブレーブスと広島東洋カープから2位で指名され、抽選により、阪急に交渉権が与えられた。しかし栽は、早くから社会人野球のプリンスホテルへ入ることを勧めており、また、石嶺自身や両親は、東芝か日本石油に進んで膝を治療することを希望していた。ウェルの希望を無下にできないため進路はなかなか決まらなかったが、沖縄県出身の砂川慶元がウェルを説得したこともあって12月に阪急入りが決まっている。契約金及び年俸はそれぞれ2500万円、240万円で同年の高卒選手では最高の金額だった。阪急時代入団当時は身長174センチメートル、体重70キログラムしかなく、キャンプで福本豊や箕田浩二、ボビー・マルカーノらの強烈な打球を見て自分が貧弱に思えたという。しかしシーズンに入ると、ウエスタンリーグで安定した打撃を見せ、105打数33安打で打率314、3本塁打と有望な成績を残した。しかし、左膝をかばうためワンバウンドのボールを取ることが難しく、守備面が課題とされた。そして10月の秋季キャンプで空振りをした際に、半月板が外れ、マッサージなどで回復しなかったため12月に手術を受けている。2年目の1980年は2月に退院し、元には戻らない半月板を支えるため周辺の筋肉を鍛え続けた。ウエスタンリーグでは膝に負担をかけないよう代打を中心に起用され、82打数21安打で、打率は256に低下したものの本塁打は4本に増加し、長距離砲としての片鱗を見せている。翌1981年は、広島とのオープン戦で7点リードされた9回裏に代打として出場し、この打席で四球を選ぶと、打者一巡の猛攻が始まり、同じ回の自打席でライナー性のサヨナラ3ラン本塁打を放った。これを契機に同年から監督に就任した上田理事にパンチ力を評価され、中澤慎二や笹本慎二、片岡慎之介、河村健一郎に次ぐ異例の5番手捕手として開幕、一軍入りを果たしている。同年は36試合に出場して打率214を記録し、捕手として15試合出場した。1982年は66試合に出場し、前年を上回る打率250、4本塁打を記録した。同年途中で笹本が巨人にトレードされ、中沢は年齢のため山田久の専属捕手になりつつあったため、1983年は捕手としてスタメンで出場する機会が増えている。しかし、出場機会の増加とともに、左膝への負担が大きくなり、炎症が頻繁に起きるようになった。シーズン中盤からはトレーナーと相談して出場の可否を決めるようになったが、全力でプレーができないことに嫌気がさして8月26日の名古屋球場での対近鉄戦に強行出場した。試合中から痛みが悪化し、翌日には歩くこともできなくなって、同年は一軍に復帰できず、これを契機に藤田博常が一軍の捕手に定着している。リハビリを終えて迎えた1984年のシーズンからは外野手に転向したが、小学生時代からずっと捕手を辞めたかったため、石峰自身は嬉しかったという。一方で、当時の阪急は中堅手、福本、右翼手、蓑田のレギュラーが固定され、左翼手を山森正文と吉沢敏行、小林伸也の3人が争っており、選手層が厚かった。このため、石峰の昇格は難しかったが、6月に、蓑田が手首を痛め、開幕戦で、頭部支給を受けた、指名打者の水谷実の不振が続いたため、6月中旬に、一軍に登録された。同年後半は、指名打者での出場が増えたが、成績は打率、240、6本塁打にとどまっている。この年の日本シリーズでは、代打として、第6戦以外すべてに出場し6打数2安打の内容だったが、第7戦では山根和夫に夕頃に打ち取られて最後の打者となっている。1985年はジョー・ヒックスが開幕から指名打者として起用され、石峰は代打を務めた。同年の代打としての成績は35打数13安打で打率371、さらにパリーグトップの14打点突破リーグタイ記録となる6本の代打本塁打を記録している。9月には打率が2割台前半だったヒックスに変えて指名打者として起用されたが、シーズン代打本塁打の2本記録を達成させるため、しばらくは当て馬の選手の代打として起用された。同年は指名打者としては77打数23安打で打率299の成績を残し、シーズン通算では、規定打席には到達しなかったものの初めて打率が3割を超えた。上田は、前年の内容を見て1986年は、石峰を指名打者で起用することを決め、野手のヒックスに代わる外国人選手として、投手のアニマルレスリーを獲得している。開幕戦には6番、指名打者として、先発出場したものの、その後しばらく打撃が低迷したため4月中は小林との併用が続いたが、小林も打撃の調子が上がらなかった。1試合の中で結果を出せば良いと考えて落ち着きを取り戻すと、石峰の打撃は復調し、4月29日の対ロッテ戦から連続出塁が始まり、初めて4番に座った7月26日の対ロッテ戦の第2打席で本塁打を放って、当時の日本新記録となる56試合連続出塁を達成した。同年は西宮球場での試合が終わると必ず朝まで飲み歩いて昼まで眠るような生活を続けたが、オールスターゲーム出場も果たし、打率333本塁打、96打点の活躍で初の最優秀指名打者に輝いている。しかしシーズン中の不摂生がたたり、オフの10月28日にプロ野球ニュースのパーティーに参加した後も朝まで飲み明かして病院で再検査を受けたところ、肝炎が発覚して1ヶ月間の安静を余儀なくされた。翌1987年の1月末まで安静を要する状態が続き、この間は病院とアパートの往復に終始した。2月に入ると散歩からジョギング、ウェイトトレーニング、ティーバッティングへと徐々に練習内容を進めていったが、練習時間は1日30分程度に制限されていた。石峰自身は不安を感じなかったが、上田監督はシーズン中のスタミナ不足を懸念して、新人、藤井康雄の指名打者での起用を検討していたという。しかし5番、指名打者として迎えた4月10日の南海との開幕戦の第1打席で山内貴規から2塁打を放つと、4月の成績が打率450、6本塁打という非常に好調なスタートを切った。西宮での試合前には必ず 500ml の点滴を打っていたため、新聞紙上では点滴パワーという見出しをつけられたという。さらに5月14日にはパリーグの打撃3部門で全てトップに立ち、6月には打率316、5本塁打、12打点の活躍で初の月間 MVP に選ばれている。同年のオールスターゲームでは第1戦と第2戦でパリーグの4番を務め、さらに第3戦では本塁打を含む猛打賞を記録するなど3戦合計で12打数6安打3打点の成績を残した。また9月2日の対西武戦から9月10日の対近鉄戦にかけてパリーグ史上5人目のタイ記録となる6試合連続本塁打を達成している。同年は最終的に前年を上回る打率317、34本塁打、91打点の成績で2年連続のベストナインに選出され、オフの11月には全日空の客室乗務員の女性と結婚した。1988年は4番、指名打者として開幕戦を迎えた。同年の8月14日の対ロッテ戦から1995年まで続く連続試合出場が始まっている。打撃3部門のシーズン成績は前年より低下したものの、チームトップの22本塁打を放ち、76打点は松永博美の77打点に次ぐチーム2位の数字だった。同年オフに阪急ブレーブスはオリックスに買収されて、オリックスブレーブスとなり、また南海ホークスもダイエーに買収されて、大阪市から福岡市に本拠地を移転している。このホークス移転の影響を受けて、門田博光がブレーブスにトレードで移籍し、翌年から石嶺と指名打者で併用されることになった。なお門田は入団に伴い、石嶺に迷惑をかけないよう年間100試合は外野守備に就くと宣言している。オリックス時代1989年のキャンプが始まると41歳の大ベテランでアキレス腱切断の後遺症の残る門田が外野を100試合も務めるのは難しいと石嶺は考え、シーズン中の守備による膝への負担を軽くするため体重を 80kg から 70kg まで減らし、守備練習にも積極的に取り組んだ。同年は試合直前に門田が自身の守備の可否を決定して石嶺がそれに合わせる方針が取られ、石嶺の指名打者と左翼手での先発回数はそれぞれ65回と63回でポジションが一定しなかった。このことによって集中力をそがれ、また大幅な減量も影響し、同年はブルーサンダー打線の中で本塁打、打点ともにチーム4位の成績に終わった。1990年は前年の反省を踏まえて、門田と指名打者の座を争わずに、左翼手として出場する意思を固め、体重も 80kg に戻した。シーズンに入ると4月26日の対西武戦から4月30日の対近鉄戦にかけて、パリーグ歴代2位タイの4試合連続併殺打を記録したものの、オレステス・デストラーデや清原和博と、シーズン終盤まで最多本塁打のタイトルを争う活躍を見せている。また3年ぶりにオールスターゲームには2試合ともパリーグの5番打者として先発出場し、第2戦では本塁打を含む2安打2打点の成績を残した。最終的には初の打撃タイトルとなる打点王を獲得し、外野手としてベストナインに選出された。また123試合に左翼手として先発した守備では、リーグ最多の捕殺14を記録している。1991年は、門田がダイエーに移籍したため、再び指名打者を務めた。7月には打率338、6本塁打、21打点の活躍で2度目の月間 MVP を受賞している。同年のオールスターゲームでは途中出場ながら2試合とも4番に入り、2試合で3打数1安打だった。広いグリーンスタジアム神戸に本拠地が移転した影響もあってか前年より成績は落ちたものの、チームトップの85打点を記録している。なお、同年オフにはトレードを志願する発言があったという。1992年はいずれも高橋聡に次ぐチーム2位の18本塁打、68打点の成績を残した。1993年は打撃3部門の成績がいずれも前年より上がり、共に藤康夫に次ぐチーム2位の24本塁打、77打点の成績を残している。また、同年より NPB に導入された FA の権利を取得し、松永博美、駒田徳弘に続く NPB 史上3例目のケースとして11月7日にその行使を宣言した。数年前から他球団でのプレーを希望しており、獲得する球団があるか不安だが悔いを残したくないと語っている。オリックス以外の球団との交渉が解禁された11月28日には、落合博満の移籍が濃厚な中日球団、代表の伊藤和正や平野健が対談した、西武監督の森正明と会談した。両球団ともに、年俸は FA 規約の上限となる前年比 1.5 倍の1億200万円を提示し、西武からは、左翼手、クリーンナップでの起用を明言されたという。また、中日からは、名古屋の住宅の提供と引退後に中日グループで評論家として便宜を図ること、西武からは、関東地方への転居のために支度金3000万円の提供がそれぞれ約束された。11月30日には、松永とジムパチョレックの抜けた打線を強化したい、阪神タイガース監督の中村克弘や、球団社長の三好和彦と会談し、同じく年俸1億200万円と外野手、クリーンナップとしての起用を約束された。12月1日には沖縄県で桐松弘義にも相談し、15年住んで宝塚市に自宅も買った関西から離れがたく、阪神ファンの熱烈な応援に惹かれたことから12月2日に阪神への入団を決めている。なお、この入団で、阪神では初めて年俸が1億円を超える選手となった。またオリックスは石峰の背番号3を1997年にクリス・ドネルスが入団するまで欠番にしている。阪神時代1994年は主に5番、左翼手として出場したが、試合終盤にはかつて阪急オリックスでも同僚だった南牟礼と与蔵が代走や守備固めとして交代することが多かった。同年は全試合出場し、打率は2割5分を切りながら、チームトップの77打点を記録し、17本塁打で10年連続2桁本塁打を達成している。しかし天然芝が本拠地の甲子園であったが広い球場ゆえ、外野守備から古傷の膝の状態が悪くなりそれが成績低迷にもつながっていた。翌1995年は成績が下降し、7月12日の対広島戦をもって当時としては NPB 歴代4位となる894試合で連続試合出場記録が止まった。同年は9月8日の対横浜戦が最後の先発出場となり9本塁打、33打点とシーズン成績は振るわなかった。翌1996年は4番左翼手としてスタメンで開幕を迎えたものの前年よりさらに成績を落とし、シーズン途中からはこの年オリックスから移籍してきた平塚克弘がレギュラーとなった。10月5日の対横浜戦の出場を最後に現役を引退した。引退後は1997年から2003年まで7年間毎日放送、スポーツニッポンの野球解説者を務めた。2004年、中日監督に就任した落合博満から現役時代の内角打ちを評価され打撃コーチとして入団。2011年に落合が退任するまで一貫して在籍したがチームの高齢化と若手の伸び悩みで2011年には打率と得点で共に12球団ワーストになった。2012年は横浜 DeNA ベイスターズ1軍打撃コーチを務めた。しかし打率が12球団ワーストになった。2013年からは、親交がある森脇浩二が監督を務めるオリックスバファローズの一軍打撃コーチを担当する。しかし、チーム打率256、513得点で共にリーグワーストと低迷。また、T 岡田には熱心に打撃指導をしたが大きく成績を落としてしまう結果となった。同年10月14日に球団から来季の契約を結ばないことが発表された。2014年は韓国プロ野球の独立球団であるカヤワンダーズの打撃兼守備コーチを務めたが、同球団は久保との運営方針の違いを理由に活動停止を発表し、同年限りで解散となった。2015年は韓国プロ野球新球団の KT ウィズの一軍打撃コーチを務める。同年4月15日、チームの成績不振と極度の打撃不振により二軍打撃コーチに配置転換となった。なお、その後はチームの打撃が上向きとなり、6月には3試合で合計11本塁打33得点を記録するなど打撃面は大きく調子を上げた。同年限りで退団した。2016年2月エナジック公式野球部の助監督に就任、5月からは監督を務めている。また、沖縄県で開催のプロ野球オープン戦、公式戦を琉球放送がテレビ、またはラジオのいずれかで自社制作で中継する際には解説者として出演することがある。入団当初から長打力を評価され、10年連続2桁本塁打の記録を残している。また、チャンスに非常に強いと評価されていた。バッティングに正解はなく、体型や筋力に応じて、それぞれ適切な打撃フォームがあり、一番振りやすい、形がベストだという持論を持っている。体をうまく回転させて強打する打ちその打ちについて評価が高かったが、特に意識して練習したわけではなく自然に身についたという。インコースの球は体の前方で打てという一般論については、ファウルになりやすいとして否定的で、むしろグリップエンドがヘッドより前にある位置まで引きつけて捉え、そこから体を回転させる感覚で打つのが良いと語っている。自身は真ん中からやや内角寄りのコースが好きで、また内角なら多少ボール気味でもレフト線に打球を飛ばせるという感覚があった。内角へのシュートを遠慮しながら投げてくる投手は特に得意だったという。一方で、プロで通用するためには得手不得手に関わらず実際に投げてくるボールへの対応が重要だとし、相手投手の持ち球や試合状況によって配球を考えていた。膝の故障の影響もあって、守備は必ずしもうまくはなかったが、捕手の経験を生かしたコンパクトなモーションの送球は、コントロールとスピードに定評があった。捕殺のプレーを好み、1990年には、パリーグ最多の14個を記録して、うち8個が本塁でのものだった。通算盗塁数はわずか13盗塁だが、通算1065盗塁の福本豊が一度しか成功していない、ホームスチールを2度成功させている。指名打者として起用された試合では、味方の守備時は、ロッカールームでセリーグのプロ野球中継を見たり新聞記者と雑談したりして過ごし、自分の打順が回る頃にベンチに戻っていた。このようなスタイルは指名打者を務める日本人選手の多くが守備時の集中力の維持に苦しんでいた昭和50年代のパリーグでは異例のスタイルだった。1983年の膝の故障を経て指名打者としての出場が増えたこともあり、自身は打撃に専念することに対して前向きだったという。ありがとうございます。